アフリートとは、カナダ生まれの競争馬である。現役時代は、カナダ、アメリカで走り、引退後は、タネボ馬として、アメリカと日本で活躍場を輩出していた。デビューは3歳となった1987年5月の、メイドンと遅れたがこれを10場審査で圧勝。以後カナダで6戦4勝という成績を残した後、主戦場をアメリカへと移す。アメリカでの初戦となった。 ジェロームハンディキャップを勝ち、G1 初制覇。以後も安定した成績を残し、ブリーダーズカップクラシックでは、副兵として注目されたが10着と大敗。だが、それまでの活躍が評価され、この年のソブリン少年度代表馬、最優秀3歳母バのタイトルを獲得した。4歳となった1988年には、G3 を一つ勝ったがその後は、カルチラに連敗を重ね、 引退レースとなった、ブリーダーズカップスプリントでもガルチの3着と敗れた。競争馬引退後はアメリカで、種ボバとなった。アメリカでの代表3区のツイストアフリート、フラットフリートヒートはいずれも、牝馬で、ボバの G1 カチューマは現れなかったが、ノーザンアフリートが、アメリカクラシックにカンバアフリートアレックスらを輩出し、後継手ボバとなっている。日本では百九十四年の、 ヒンバクラシック戦線で持ち込め馬ゴールデンジャックが活躍したことでその名が知られ始めた。その1994年に日本に輸入されたが、当時は大主バヌレイエフの代表3区の一頭であるソビートスターも同じ、つなぎ用先で供養されることになったため、その陰に隠れていた。しかしその後、初供養に合わせるかのように、 アメリカでの産区が高成績を収めたため、毎年100頭以上に種付けを行う人気種母馬となる。その期待に応え、初年度産区から大賀商場プリモディーネが出るなど活躍場を数多く輩出し、サイヤーランキングでは2001年と2002年の4位を最高に1999年から7年連続でトップ10入りを果たす。種付け量は、 最盛期には700万円まで上場し、アメリカからたびたび買い戻しのオファーが来たほどであった。後年はブルードメアサイアーとしての実績も重ね、2011年の5位を最高に2009年から6年連続でトップ1入りしている。2010年の種付けシーズン中である2月に体調を崩して種付けを中止。その後シーズン後半に試験後配を行ったが、 不受体だったため、チンジケートを解散することになった。種ボバ登録は取り消さず、引き続き、ブリーダーズ・スタリオン・ステーションで、つなぎをされる。ダートで業績を残した馬が多く、1999年から中央競馬のダートのサイヤーランキングでトップ10入りを果たすと、2000年から2002年までの3年連続1位を、含め、11年連続で、 トップ10圏内をキープしている。プリモディーネのような芝での活躍場も出したが、芝のサイヤーランキングでは最高位が14位にとどまっている。また、3区の勝ち馬率が約75.72%と、非常に高いのも特徴として挙げられる。長期にわたり堅実な実績を残す一方で、中央競馬の G1 勝ち馬は、プリモディーネ以降出ておらず、 日本で種子バ入りした産区は2012年現在、スターリングローズ、バンブーエール、ミリオンディスクの3頭となっている。2014年1月22日18時過ぎ、つなぎ用先のブリーダーズスタリオンステーションで、漏水のために死去した。ありがとうございます。